ニコラウスステノニコラウスステノ、またはニールスステンセン1686年12月5日は、デンマーク生まれの17世紀の科学者、カトリック教会司教で副社に列せられる。化石の研究から地層の生成を考察した、個体の中に自然に含まれている個体についての論文への序文は、地質学の先駆的な著書である。解剖学の分野で、 自家船の手動管を発見した。エリメントレム・マイア・ロッチ・スペシメン、1669、ステノはコッペンハーゲンの近在区職人の息子として生まれた。コッペンハーゲン大学に学んだが、スウェーデンとデンマークの間で戦争が起こり、学業を続けるためにアムステルダムに移らざるを得なくなった。ライデン大学で医学の学位を得た後、解剖術の才能を示し、 有名な解剖学者となった。解剖学の著書、脳の解剖についての講義がある。その後1年ほどパリに滞在した。1665年フィレンツェに移り、アカデミアデルチミンとのメンバーになりフェルディナンド・デメディチの保護を受けて自然科学の研究を行った。自らの解剖学的知識と化石の類似と、トスカーナ地方を中心とするイタリアの地形、地層の観察から、 地層の生成に関する研究の成果、個体の中に自然に含まれている個体についての論文への序文を出版した。その後、1667年、それまで信仰していたルーター主義からカトリックに改修。フィレンツェで進学の勉強を始め、1675年、被災に除解され、1677年、司教となり、ドイツ北部にて、 数少ないカトリック教徒のために尽力した。晩年は科学的研究から離れていた。1988年、教皇ヨハネ・パウロ2世の手によって、副社の位に挙げられている。プロドロムス、答え論、山田敏弘役、東海大学出版会、2004年、ISBN44 億8 6 0 1万6688、現代は、 デソリード・イントラ・ソロダム・ナチュラリーター・コンテイント・ディサーテシャニス・プリドローマス。英語では、プレリミナリー・ディスコース・ツー・エディサーテーション・オン・エーソリッド・ボディ・ナチュラリー・コンテインド・ウィズ・イン・エーソリッド。日本語では、プロドロムスとも略称される。ガブリエル・コー、地質学の歴史、菅谷・明役、ミスズ・書房、1997年、86から102ページ。 ISBN 46億2203万9583ありがとうございます。